今これビデオカメラのシネマモードというものを使ってます。初めて使うんですけど、これスイッチをシネマというモードに変えるとフレーム数が秒間24コマ、映画のフレームになって、それで映画用のフィルタリング処理がかかります。その映ってる内容が映画っぽくなる、そう言われてます。これそのまんまビデオカメラのファイルをアップロードしますので確認してみてください。